鳥取の名峰大山の山麓に国内最大級の弥生遺跡ムキバンダ遺跡がある。広さ152ヘクタールは吉野ヶ里遺跡をはるかにしのぐ。さらに山陰特有の四隅突出型墳丘墓が多数発見されたことでも注目を集めている。遺跡が発見された場所はゴルフ場の建設予定地だった。地域住民や考古学者たちが保存運動に乗り出しムキバンダ応援団を結成。全国に署名などを呼びかけ遺跡の保存に大きな役割を果たした。遺跡は県の史跡公園となり、当時の住居や高床式倉庫などが復元された。その後も応援団では毎月一度市民講座弥生塾を実施。また公園側とアイディアを出し合い様々なイベントを行っている。地域の豊かな歴史をより多くの人々に伝えようと努めているのだ。さらに応援団メンバーが中心になりボランティアガイドの会を立ち上げ、訪れる人々にムキバンダの魅力を伝え続けている。こういう風景を残したいですね。自分たちが語り部になる なってね後世の人たちにバトンタッチしていくっていう。住民が結束して守り抜いた遺跡を地域の宝として次世代に受け継いでいきたいと考えている。